はい、皆さんこんにちは。今日は2012年6月1日金曜日、そしてビロガーのりことビロブロガーのアリです。とりあえず時事決めたら小先に起こっているニュースでいくと、月曜日から土曜日の週6回で皆さんに紹介していくものです。ということで、まず最初はアメリカ・ニューヨークの話をしましょう。アメリカ・ニューヨークのブルームバーグ市長は30日肥満対策の一環として、レストランや映画館などラージサイズ L サイズの甘味料の販売を禁止する方針を示しました。甘味料の定義を約 240ml あたりに 25kcal 以上の糖分または甘味料が含まれ、牛乳もしくは乳製品の含有率が 51% 以下としている、カップのサイズは約470ml 上限に定めています。そして統計によると、ニューヨークでは成人の 58% が肥満または太り過ぎとされています。今回の提案は6月12日のニューヨークの保健委員会に提出されます。そしてアメリカ人は30年前と比べると200キロから300キロカロリー多く摂取しているそうです。アメリカは何でもかんでも物が大きいので、少しは物を小さくした方がいいと思うので、この提案は通った方がいいと思います。まあでも、その前に一人一人が気をつければいいことなんですけどね。そして次は最近話題の東京スカイツリー付近でこんな出来事がありました。このビデオは5月25日深夜にタクシーが新しくできた歩道専用の橋になぜか入ってしまい、階段を降りていくがハマってしまうビデオです。うおーっと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 、果たしてタクシーは大丈夫なんでしょうか。すげえ。やばい、あ、行っちゃった。ちょっと待って、いいことあるでしょ、一言ね、あったよね。しかもね、このビデオよーく見るとね、タクシーが行った後の信号、赤信号だとこれ僕思うんですよ。だからね、きっとね、タクシーの運転手さんは絶対ね、こうなってますよ。早く青になれよ。ということで、このタクシーを助けた皆さんはお疲れ様でした。いい仕事でしたね、本当に偉いです。そしてこのタクシーの運転手さん、助けてもらった時は素直にお礼を言いましょう。恥ずかしいかもしれないですけど、なぜか階段に入ってしまったのはあなた自身なんですから、あなたのタクシーなんですから、お礼は言うべきですよ。そして次は、そんなお礼も言えないタクシーの運転手さんから志村健さんの話題に移ります。志村健さん、さすがですね。自身が出演する舞台で今問題となっている生活保護を笑いのネタにしてしまいました。これは志村健さんが出演する公開舞台稽古の中で言われたセリフです。10年前におじいちゃんが亡くなってからね、店閉めようかどうか迷ったんですけどね、店閉めちゃったら孫におもちゃも買ってやれないですし、私は生活保護は受けていませんから、せがれに芸人がいないもんでね。このセリフに客席からは大爆笑が起きました。さすがですね、志村健さんこそ芸人の中の芸人だと思います。そして次はピザ職人の方に朗報です。現在アップルでは正式にピザ職人を募集しています。アップルの採用ページに行くとこう書かれています。職種ピザ職人、勤務地サクラメント、国アメリカ合衆国、都市サクラメント、州カリフォルニア州。ピザを生地から作って投げ回して生地を伸ばすことができて、高温のオーブンでピザを焼いた経験がある人、様々なピザのトッピングやソース等に使われる全ての食材の準備と管理も行う、少なくとも2年から4年薄い生地のナポリスタイルの釜焼きピザを大量に焼いた経験がある人だそうです。もしアメリカが好きで現在転職活動中のピザ職人の方、下にあるリンクから飛べばいいさ。そして今日最後はゲームの話です。エルダースクロールズ5スカイリムからダウンガード、これどっちなんですかね。まあ、ダウンでもドウンでもどっちでもいいですけど、今回初公開となる映像はこちらです。 And the tyranny of the sunこのゲームは XBOX を対象としていて、現時点ではパソコン版と PS3 版向けの発表は行われていません。ということで、このダウンガードの映像は約1分40秒となっています。下にリンクを貼り付けておきましたので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、今日のとりあえず時事ってみたは以上です。今日皆さんの質問は、ニューヨークで提出された肥満対策、承認されるべきだと思いますか、承認されないべきだと思いますか、下にコメントを残してください、お願いします。そして今日皆さんに紹介したニュースのソースはすべて下にリンクを貼り付けておきましたので、詳細が気になる方はぜひチェックしてみてください。グッドボタンとお気に入り忘れないでください。チャンネル登録がまだの方は上にチャンネル登録のボタンがありますので、そちらを押してください。最後に、このとりあえず時事ってみたを見てくれてちょっとでも役に立ったなと思う方は、 Facebook、Twitter、Google プラスで友達、家族、恋人を共有してください。ということで、また明日お会いしましょう。以上、ビロガーのアリによるとりあえず時事ってみたでした。じゃあ、また。